皆さんこんにちは。マリオメーカー2、皆さんのコース遊んでいきたいと思います。囚われのドッスン、ドッスンたちが活性化している。原因を突き止めるために進んだ先に見たものとは。ヘイ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 、サモライさんのコースです。 3D ワールドのスキンですね。おお、びっくりした。ドッスンがめちゃめちゃいるのか。なるほど。あー、よく見ていくか。あ、突っ込んだのダメか。さ、水に入って明日はいける。早めにあの右側に行きたいですね。一旦ここ下ろして潜って、多分この辺まではいい感じ。ここは下がってこない。あー、じゃあこれでいけるか。キノコで、お次は右かな。あー、あー、挟まる。なるほど。ここ挟まるからジャンプ。次は右かな。あーですね。よし、行けました。で、次はボム兵がいる。あ、こっちでいいのかな。今爆発させ、あ、これでこうか。ぶつかっちゃいましたけど。あー、で、中間、さらに、あー、この辺ボム兵が非常に多いですね。早めに進まないとボム兵だらけになるかもしれません。というわけでちょっと急ぎましょう。で、水に入ってフラワー。あっと、危ない。どれだ、真ん中。あー、どれも同じか。よし、これでブロック壊して。あ、危ない危ない危ない。よし、ゴールです。ありがとうございます。前半は結構難しかったですね。後半はボム兵地帯急げば大丈夫かなという感じです。ルイージマンション、ホテルオーナーに招待されたルイージたち、ぜひルイージでプレイしてみよう。 N マリオさんのコースです。というわけで、せっかくなのでルイージにしてきました。謎解きコースっぽいですね。まずはキノコ。ほう、あれ、でもあれはビルダーマリオじゃないと壊せなくないですか。どっかにあんのかな。パッと見ないですね。隠しブロックがあんのかな。もう一回入ってみます。あー、度数が配置されたんですね、あのブロックの中に。 OK です。なんかテレサの後ろにありません？あー、コインが隠れてました。で、Pスイッチがどっかに、隠しでもあんのかな。ですよね、だって土管戻れないんで、どっかに隠し、あー、あったあったあった。これで踏んで P ドア入り、ダッシュで間に合いますね。 OK、 50コインを一応取って、木箱持ってきますか。一応使おうかな。パックン倒して上ですね。ワープボックスに入って、さあ次は、あー、どうしよう。 OK、 なんか隠れてる可能性があるんで一応壊しましたが、ないですね。ではドア入って、あー、鍵持ってんのかな。OK、
で鍵ドアに入って、あ、なんか1の1っぽいコース配置ですね。マグナムケア来ましたけど、あ、しまった。プクプクか。鍵ドア、どう見ても持ってますよね、鍵。ということはこれ落とさないとダメなんで、ちょっとプクプク片付けて開けて、で落ちてもらう。 OK、 押した。全部倒して、あれ、オッケーですね、ゴール、ありがとうございます。ルイジマンションは私も近々3をプレイする予定です。ノコパさんのサスケシリーズいきます。第33回大会セカンド、今年もサスケは大晦日に放送決定。まずは音符ブロックの中を進んでいき、でこれは壁キックですね。ちょっと待ってね。いや、壁キックよりもこの方が行きやすい気がします。で、こう、こう、こうって感じですね。で、ツタ、トゲに当たらないように要注意。危ない。で、土管。水ステージ、なるほど。トゲが上下にあるのとブロックが迫ってきてるんですね。次は、おお、ここですね。右ブロックが運ばれてきてると、あれ進まない。タイミングよくジャンプしなきゃダメか。こう、あれ意外と難しいですねこれ。こんな感じか。よし、キノコ壊して、これも壊して、さらに壊してゴールですね。 OK です。結構時間ギリギリでしたね。あと13秒でした。第36回大会セカンド、33回大会よりは簡単ですと。似たような感じですけど音符ブロックではなくなってるんですね。普通のブロックになってます。ああ、なるほど。やっぱりこの方がいいかな。壁キックか、このクルリンのどっちかですね。あ、こう、こう、この辺も少しだけ幅広くなってますね。土管に入って水の中、この辺のブロックの数も少し少なめになってて進みやすくなってますね、第33回よりも。危な、あー挟まった。で次はこの後ドアですよね。ドア入って、あーこれですね。33回時は結構苦戦しましたけど今回はすんなり来ました。数も少なめでしたね。で最後キノコ取ってブロック壊しつつので最後
OK ですね。ゴール。結構早く行けたと思うんですけど、ベストタイム取ったかな。あ、全然まだあと8秒足りませんでした。第17回大会セカンド、まずはリフトで移動してで登っていく。次は壁キック。あ、これ一気にいけません。あ、いけますね。さっきここか、壁キックして、危ない危ない、ここでツタに捕まってからの降り。OK。 こうかな。あ、危ない、終わってしまった。ここ気をつけて OK。 さらに、おっと、動かないように要注意。1、2の3でゴール。ありがとうございます。結構スムーズにいけたんで、ベストタイム出せたような気がしますね。あ、出せました。サスケシリーズ最後、第1回から4回大会セカンド、なんか毎回同じようなミスしてますね。慎重に待ちましょう。ゆっくり行けば大丈夫。このトゲの当たり判定って見た目以上に範囲広いような気がしますね。やっぱりてから OK で1、2、3、ゴール。あ、これも結構スムーズにいけましたよ。ベストタイム取れたかどうか。はい、いけました。というわけでサスケシリーズ一通りプレイさせていただきました。ありがとうございます。あっきくんさんのコースで、星のカービィから激突グルメレースリズムゲーム付き、カービィの激突グルメレースを演奏しました。走り続けると演奏が聞けます。ハテナブロックを叩くとリズムゲームができるので、ぜひやってみてくださいね、と。チャレンジ数がすごいですね。グルメレース有名な曲ですもんね。リズムゲーム付きということなので頑張っていきます。いやー、素晴らしい。1個だけ押せなかったですね。演奏コースは本当にすごいですね。ありがとうございます。では本日はここまでにしたいと思います。ご覧いただきましてありがとうございました。